はい、今回は HG シリーズゴジラ5をレビューしてみようと思います。はい、こちらが、こんな感じですね。ラインナップはまず表紙が、白亜紀キングギドラですね。で、ボロザウルス67、ゴジラ89、鎧モスラ、白亜紀キングギドラ、ガラゴン、ラドン56、初代の方かな、となってます。またちょっとマニアックなものも含まれてますね。はい、まずはこちらゴロザウルス67ですね。まず、ゴロザウルス結構なんか好きとか言ってる人いるんですけれども、それほど目立った活躍はしていない怪獣ですね。ゴジラの、映画の中でもゴロザウルス67なので、キングコングの逆襲の映画に出てきた、サイのゴロザウルスと想定されます。で、最近こうそういえばゴロザウルスフィギュア化されたのがありますね、ムービーモンスターシリーズでも。なので、まあ結構こう顔の作りはこのガチャガチャあまりなんだろう、かっこよくはないんですけれども、まあでもこの絶妙なこの色使いとか、このコンパクトなサイズで表現してきたっていうのは、この塗装とかもすごいちゃんと、こだわってやってる感じがあって、むしろムービーモンスターシリーズのピチっていう感じがあって、あんまりこれムービーモンスターシリーズ好きじゃないんですけどもね、最近のはケチってんで。なんでこの当時のまだこの何この塗装とかも、この色のトーンといい、このコントラストと、このコントラストと、このちゃんと塗装を使い分けているところとか、顔以外は結構いい感じで作られていると思います。次がゴジラ1989となっております。まあ、一応、なんだろう、HG シリーズのゴジラって言ってるから、まあ、建前上ゴジラを1個入れなくちゃいけなかったのかなと思うんですけども、なぜか89年のゴジラが選ばれたという感じですね。まあ他の前作のゴジラと比べてちょっとやっぱコンパクトにできちゃってるので、若干迫力は薄いですね。で、尻尾もここのところの塗装はなくなってますし、ワンツーって確かちゃんと塗装されてたんですけど、ここからはもうされてないで、なんかあと顔もちょっとあまり89のゴジラには見えないですね。なんかこの目のあたりがもうちょっとなんか暗っぽくなってるのかなと思ったんですけど、そう、ちゃんと真っ白になって、白目がすごく目立つ感じのガチャガチャになってますね。なんかちょっと若干、このゴジラに関しては残念な感じかなと思ってます。で、次が鎧モスラですね。ちょうどこのモスラ3が公開されたので、もうこれを目当てにゲットガチャガチャをやった人が多いんじゃないでしょうか。なんでまあゴジラってなってますけれども、若干もうモスラがメインですね。これは本当にかっこいいんですよね、これ。ただこの後ろの塗装は全部省かれてますね省かれてるけれども、かなりでもこの作り、このギザギザ感とか、何このメタリック感とか、いい感じにできてると思います。ガチャガチャにしてはもうちょっとこの美しさをこう出せなかったのかなと。これがもうちょっとクリアバージョンとかになってたらすごいかっこよかったのかなと思いますね。残念。はい、次が白亜紀キングギドラですね。これはモスラ3に出てくるラスボスなんですけれども、まあちょっと現世でモスラがちょっとキングギドラ倒せなかったんで、白亜紀に行って、この子供の頃の白亜紀の頃のキングギドラを倒しちゃえば万々歳だねと思って行ったんですけども、このキングギドラも強かったっていう推しだったんですけれども、このガチャガチャのキングギドラかなり背筋が悪いんで、ポン、なんか僕が持ってるギドラは前に倒れちゃうんですよね不良品なんだな。あ、取れちゃった。まあ、この色使いといい、この
何このコントラストとか微妙にこのすごいなんかこだわりがあって違うの。羽のコントラスト、このメタリック具合とかだいぶ凝ってますねこれは。うん、本当ならこういう風になんかもうちょっとこう何白赤いところがあって赤いところがあってちゃんとこう黒目が入ってるんですけれども、このガチャガチャはちょっとそこまでは細かくはできてないですね。ただのもう 赤いだけで黒目あるけれどもあんまり目立たない。うん、目立たない。ちょっと顔はそんな細かさは顔の細かさは全然いけてないですけれども、もう形って塗装だけでもう十分ガチャガチャの世界でもう満足でございました。これは、うん、かっこいいねこれ本当に。これは素晴らしい。次がバラゴン65です。このバラゴンはなんだろうな、まあ、可愛いんですけれども、このガチャガチャ版だとなんかすごくずっしり、なんか下半身にがズドーンってなってる感じがしますね。このバラゴンは大量にガチャガチャで出たんで、すごいあんまり良い記憶がないです。しかもなんかその当時あんまり知らなかったんで、うん、昔の映画とかを知らなかったんで、まあこれをきっかけで見た記憶がありますね。何これって感じで、うん、この後ろのちゃんと作りとか塗装とかもちゃんとしてて、まあいいんじゃないですかね。うん、かっこいい。はい、ラストがラドン1956となっております。なぜか初代のラドンを出してきたっていうところがまたチョイスがマニアックですね。うん、でもこの2代目と比べると初代のラドンってかなりフォームといい目の形がリアル感があったりして、なんかこうコミカルな感じじゃないんですよね。あとこの、うん、何かすごい今更見て思ったんですけれども、この羽とかもちゃんとすごいなんかこだわった作りになってますし、みんな胸あたりとか、まあ、下半身すごい反則なところとかもなんか再現されてていいと思う。でも微妙なこのなんか猫背具合とかもいいですし、うん、なんかこのラドンは初代ラドンかっこいいですねこれ。うん、かっこいい。はい、ということで今回は HG シリーズゴジラ5をレビューしてみました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。